ちは、原町接骨院久松です。今回は偽りの元気、自律神経失調症の人がカフェインを取ってはいけない理由ということでお話しいたします。前回の動画ですね、カフェインのメリットデメリットということでお話しいたしました。実は自律神経不調のある人は基本的にカフェインはあまり取るべきではないんですよね。今回はそれについてお話しいたします。でこの動画をご覧になることにより、自律神経のお悩みの自律神経失調症、自律神経の症状でお悩みのあなたは、カフェインを、取らないようにするはずです。ではお話しいたします。なぜカフェインを自律神経失調症の人が取ってはいけないかというと、2つ理由があります。1つ目なんですけども、カフェインを飲んで元気になるというのは、それは偽りの元気を出すんですよ。飲むと確かに元気になるんですよ。交感神経が高まって、ただこれって実は元気の前借りなんですよ。前借りです。もともと自律神経に不調がある方、自律神経失調症の方っていうのは体や内臓、脳が疲れてるんですよ。その状態で、カフェインを飲んでもう無理やり元気を出して動いてしまうとですね、結局余計に疲れてしまうんですよね。余計に疲れてしまうことにより、体、内臓、脳、余計に負担がかかって自律神経が余計に乱れてしまう、回復しづらくなってしまう。それが1つ目で、2つ目なんですけれども、カフェインを取ることにより中枢神経、脳や脊髄を刺激するんです。そうなってくると血管を刺激します。するとどうなるかというとですね、我々の細胞の方に酸素や栄養が行きづらくなるんですね。回らなくなってしまう。そうなってしまうと余計に不調を招いてしまう。ですから自律神経が乱れてない方は問題がないんですけども、自律神経が乱れている、自律神経失調症だ、自律神経が不調だっていう方はカフェインは取らないようにしてください。それを気をつけてカフェインを取らないように、もし飲みたかったらカフェインレスのコーヒーとか、そういったものを飲むようにしてうまく紛らわせた方がいいです。回復してしまえばね、とってもいいんですけども、不調の間はカフェインを取らないように十分ご注意ください。ということで今回のお話、もう一度復習すると、自律神経失調症、自律神経不調のある方がカフェインを取ってはいけない理由というのは2つあって、1つ目は、カフェインを飲むことに出る元気、それとは偽りの元気を出すことなんです。飲むと元気になるんですけども、それは元気の前借り。もともと自律神経不調のある方は、体とか内臓とか脳が疲れてるんです。そんなので強引に動いてしまうと余計に疲れてしまい、結果自律神経が余計に乱れる、回復しづらくなります。そして、カフェインって中枢神経、脳や脊髄を刺激します。そうなると血管を刺激する。そうなってしまうと細胞に酸素や栄養素が回らなくなってしまうんですね。結果余計に不調を招く、自律神経を回復しづらくなってしまうんです。ですから自律神経が乱れている方はカフェイン足らないように十分ご注意ください。またこれをご覧のあなたがカフェインを取ってなくても調子が良くない、どうにかしたいということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて、お体が回復していくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、また外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またこのご時世移動して人に体を触られるということに対して不安がある場合、そんな時はそんなあなたのために自宅にいながらパソコンやスマートフォンの画面を通してお体を整えさせていただくオンライン遠隔整体というのをやっております。これでしたらあなたは自宅にいながら人に体を触られることなくお体を整えていくことができます。私の自律神経整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、
毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信を週2回やっております。内容は1週間の配信した動画の復習とあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。またライブ配信の最後では、いらっしゃる方へご希望がございましたら、いらっしゃる方全員でお体を整えさせていただくオンライン遠隔整体合同版というのをやっております。1対1のオンライン遠隔整体に比べると効果下がりますけど、やった方からは手足が温かくなった、よく眠れたという声も聞いております。よろしければライブ配信も参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しい。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。